ッツアップ編集部の佐野茂です。マハハンです。こんにちは、部長。東京フェスお疲れ様です。昨日でしたね。はい、だいぶいろいろありましたね。だから今撮影しているのが11月21日新玉です。来ました。はい、もうすでに壊れなんじゃないかと噂が立っている。今まだだって1時間も経ってないからね。こちらはい、ジャイアントベビー進撃のコスト3でエルフとチビドラユキンコに強し。うん、まあスペックもすごいね。進撃のコスト3って久しぶりじゃないですか。久しぶりですよね。爆弾親父がいたか。まあいましたね、あと侍なんちゃらは知らないです。つい先日じゃないですか。侍に いましたっけ。その久しぶりでもないわ。はい、でコスト3進撃召喚数3体。ステータスがね、これちょっとヤバそうな感じしてて、防御寄りだよね、どっちかっていうと ね。攻撃力はこれ剣士2角にはならないです。ああ、ならない。どういっても700超えないので。なるほどね。ただ体力がなんかデビルより高いと、うん、だって今デビルのさ、俺、あそっか、俺レベル20だけど、僕今デビルがこれいた、レベル1で888。これちょっと兜作ってるんですけど、まあ800ちょっとで、はい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 、この時点でデビルより体力があると。体力はじゃあデビルより伸びるってことだね。30デビルのあの長さ分かりますよね。分かる、恐ろしい。あれ分かる。あれを超えてくると数パーセント、うん、防御力は若干デビルの方が、うん、けどあの体力の長さはやね。スキル的に考えてもちょっとこれぐずる。攻撃を受けた時に発動、うん、周囲にいる敵にダメージ、レベルアップで威力と範囲が、範囲がもうちょっと気になるしね。条件がラビットに近いんですよね。受けた攻撃を受けた、ね、修理もそうだっけですね。はい、そこら辺と、うん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 、だから、まあ、使い方そっち寄りになるのかなっていう。とりあえず見てみたいんだよね、スキルどうなのか、はい、見ていきましょう。腕オンで、はい、はい、まずちょっと検証チックな感じで、はい、コスト3同士当てていきたいんですけど、リーダーでね、お互い。あ、いいのいた。コスト3がいっぱいいた方がいいのかな。全然来ないけど。名前、ムハハン、あと東京で、ね、まだ東京フェスの要因が昨日消えないんですけど一回も来なかった。じゃあ、コスト3いなかったですか。うん、アシュラしかいない。あ、じゃあ3体もうベビー流してもらっちゃって当てますね、はい。足は遅いの？あ、そんなに遅くないね。剣士と同じぐらい？あー、ですかね。ちょっとでかいな、しかし体力がデビルより長いっていうことで、これ、トリガー取れないんだよね、さすがにね。殴るだけです、うん、あと剣士と、あ、重なっちゃってる、重なっちゃう。あー、長いですね、デビルより。やっぱり結構目に見えて長くないですか。状態上はちなみに全部食らう。全部入るそうです。コモリュータ 100% とかだと面白いんだけどな。どうなの、ね、スキル発動条件が同じラビットと、あ、グズル全然やっぱ防御力もありますね。硬いね。なラビットがスキル出てないってのはあるんですけど、あ、でグズルまでに割とタイムラグがあるんだ。スキルが発動してからだいたい1-2秒くらいありますね。即死も入ると状態上全部。ああ、今即死したね。あ、でもここまで目に見えてデビルより体力長いと思ってなかったです。腕オンだからね、しかもね。で、スキルが発動してその後負ける、倒されるとスキルは打たずに倒れていく、はいはい、感じ。ちょっと範囲ってどんな感じなんですかね。今腕オンでスキルレベル5なんですけど、範囲わかるかな。剣士並べてみる。ちょっと待ってね、グズルまでに、はい、あ、この辺でちょっと剣士並べてみよう。おっと、あー、取りで前半割と広いね、5でもね。キャラ3体分くらいですかね、これで。あ、後ろにはなさそうなのかな。あ、結構前寄り。これでどうだ。あ、後ろもありますね。ある、これがスキル5、なんか十分強そうな感じしますけどね。するね。する。守りにも使えていくのかな、こうやって。おお。剣士じゃ絶対的に無理だろうね。なんか
ちもたりはマンドラゴラの上位互換なんじゃないかっていうふうに見た感じそんな気するもん、すでに。で、対アシュラ、わ、体力全然違いますね。あ、でも無双は決まるから、あー、ここはスケール次第で、うん、はいはいはい。まあ攻撃受けないとスキルが出ない分、まあ、必ずやられていくキャラなので、うん、グズルで剣士一発今一発だったよね、多分一発だったよね。そうってなると、あーなるほど、攻撃力か。次、はい、今腕音で剣士一角だったじゃないですか、うん、あの30レベル前提にした時に一角って攻撃力1330くらい以上なんですよ。あー一発だね、うん、っていうことは基本攻撃力は700いかなくてもスキルのダメージは1300超えてくるってことになるかもしれないです。結構なダメージじゃない。しかもスキルレベル上がると何ですかね、あれが攻撃力と範囲が伸びるのでもっと期待できるかもしれないです。なんか怖いなこれ、かなりかなりエグい気がする。じゃあ今のスキル対空があるのかどうか、ちょっとドラゴンライダーで。多分ほんとこれ対空あるかどうか知らないんだよね。表記はないよね一応ね。なさそう。空の敵に有効とかって、ユキンコとかはあるので、マンドラもあるので、ちょっと見た目的に一応ないんじゃない の, なのこれは。で攻撃受けた時に発動するので、うん、ライダーのフレームとか食らうともうすぐ発動しちゃいますね。ここではない。あ、どんどん発動する。あ、やっぱ地上なので打たれ弱いっていうか、ライダーには弱いですね、うん、コスト三進撃だしね、はい、この足元で。あ、対空ないね、これね。よかった、あ、本当よかった。あ、ちょっとこのエルフに当てて、もうちょっと瀕死ですけど、耐性もありそうですね、これ。あ、ほとんど減ってない、ね、結構耐えますね。耐性がある気がします。もう一発お願いします。ちょっと通常攻撃も、あ、通常あまり入んないかな。もともとこれだと攻撃力低いもんね。はい、ただスキルはすごく、あ、でも食らってないからぐずらねえんだ。あー、そっかそっか、うん、あ、ちょっと僕ユキンコ出すので、これにユキンコとエルフチビドラに強し。これある程度ダメージの耐性もありそうですね。お、グズルで半分減ってる、6割スキル2発、あっ、強え。これさらに通常攻撃は、あ、でも行きます、ね、通常攻撃3発、ね、4発ぐらいだね。これこの間のフェスほとんどユキンコばっかでしたけど、環境変わってきましたね、これで。これだってしかも砦裏届くでしょ多分、前も後ろも。あー、そっか、スキルが上がれば、うん、キャラ3体分くらいいくので、これ結構必須なんで、あとチビドラにも強いのか。チビドラにも、それちょっと試してみようか、見ていきましょうか。さて、ダメージを食らってスキルが出るっていうことは、うん、逆に言うと食らわないと本当スキルが発動しないキャラなので、回復するキャラと相性がいいんじゃないかなって。なるほどね。でも倒すには絶対的に攻撃しないといけないわけでしょ。ですね。なのでもう一瞬で片付けちゃうかね、じゃないですかね。火炎とかだからさ、なんだっけ、灼熱とかフレームとかは持続ダメージで何回も判定があるから、判定があるからちょっとまずい、すごく発動しやすいってことだ、ね、だからドラゴンがかなり相性悪いんじゃないかなと。灼熱に合わせて出すっていう、あ、やばい、スライム見ようと思ったのに忘れてきちゃいました。チビドラ、あ、スライムあるよこっち。あ、じゃあ僕がそれ後で。だから多分フォックスがこのベビーになってもそもそも体力少ないんで、フォックスが、あ、結構スキルが発動しないでやられるってパターンが多いんじゃないかなと思います。多くなっちゃうってことね。ゴーストとか先にスキル発動する系はもうあんまり体力って関係ないんで、消えれば強いんですけど、お、通常で1割スキルで4割、うわ、すげえ。おお、しかも灼熱もなんか、あ、強い。灼熱もなんか結構耐性ある感じじゃないですか。どうなんだろう、防御は、防御と体力が高いからね。灼 灼熱じゃない、火炎は防御力無視するんですけど、1体で倒すんじゃないの。
超グズるでしょう。ああギリ、あでも倒すねこれ。うおギリギリでしょ。今火炎が3発出てたからだってこれあれですけど、1体目だよ。1体目で2体ギリギリって結構すごいな。あともうキラビ引いとけば倒せると。ちょっと砦前にスライムを。はい、結構ね砦スライムで引きこもる人、これ人間扱いじゃないでしょう。でも多分違う気がしますね。どう見ても人間ですけど。おお半分くらい。じゃあスキル2回出れば全滅。スライム一掃できる、ね、でもなかなかじゃないですか。これがスキル5で腕音なので。ああ、でも砦裏まで届いてる。裏行きますね。じゃあこれ多分亀も行きますね。届いてるね。裏の亀も行く。で、ある意味敵がいなくてもスキル発動してくれる。うわー、第一ギリ倒せない。耐えますね。てか、ゾネスの倍くらい HP なんじゃないですか。これは赤ちゃんなのにすごい強いじゃん。あ、ダメだ、フォックスが魔法使いにしかならなかった。あ、でも単体攻撃で、単体じゃないわ、やっぱりスキル出なければ一撃能力が強い攻撃の方がいいってことだよね。じゃあやっぱりゾネススケルトンあたり、うん、倒し方としてはね、スキル発動して待ってる間にスケルトンでシャシャンみたいな良さそうですね。うん、あとはビートル、ビートルの一騎打ち、一騎打ちでスキル発動させず、うん、いやきつそう、やばい、逆転しそう、グズルで。ああなるほどなるほど。じゃあ実践、はい、やりますか。ガクしてる。ガチすぎないですか。ちょっと手札見られたら困るんで。そんな。よしよし。多分レッドラが相当苦手とするんですよね。ああ、違う。いいんじゃない？いいんじゃない？うん、いっか。ちょっと見せる形で。お、なるほどなるほど。いいんじゃない？これマジでやるよ。そうなるんだ。なるほど。腕音ガチフリーズ。サブはお互い設定なしでしょ？僕はあります。あ、サブ設定してたの。大人げねえな。ちょっと動画見てくれてる人用に。この騎馬兵、あれです。東京フェスの。来場特典です。取れなかったんだよな、俺。あれ？そうなんですか。そう、なんかね、なんか取れなかった。申請しましょう。行ったのに。ああ、これどうすんだこれ。固めて倒せばいいんだ。固めて。ああ、あ、それ剣士ですね。ああ、アシュラはきつい気がする。あ、フォックスじゃんこれ。フォックスでした。え、マジで？フォックスもこれどうすんの？慣れましたね。あれ、フォックス強いね。どうしようかな。ニコスの割にスキルが出ない。あ、来た来た来た。あ、取れちゃった取れちゃった。あ、ひど。フォックスのベビー体力短。いや、でもそれでもさ、防御あるから結構鬱陶しいんだけど。で、ここからどうしようか。1体抜けてる、ケンジ君。ちょいっとちょいっと。ああ、やだ。本物アシュラ。よしよし、本物ぐずり。さてさて、ベビーゲーが始まりましたよ。いや大丈夫。レッドラ、あ、いいんじゃない。倒し方としては固めてアシュラですか。そう、固めてアシュラ。スキルがあんまり出ないな。ここだ。俺出てんのかな。スキルがあんまり。跳ね返しで倒したい。あー、ぐずったぐずったぐずった。こいつどうやって倒せんだ。そっか、跳ね返しても基本攻撃力が低いから。はいはいはい、あんまり効かない、ね、跳ね返んないですね、攻撃が。あー、このレッドドラゴンやばいわ。いい感じに、このレッドの灼熱に合わせると絶対スキル出ます。あー、それフォックスなの。上はフォックスです。だ、やられた。よし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 。結構スライムの壁も難なく突破しますね。確かに。ドラララララッ。ダメだ、落城はできまい。ドラララララッ。
さすがに。なるほど。なかなかフォックスも変化するんだ。うん、体力恐ろしく少なかったです。でもなんか硬い気したな、やっぱり。あー、そっ、防御がね、防御引き継ぐから。うん、あ、そっかそっかそっか。1回ぐらい発動するんじゃないんだから。はい、ということでタッグ、腕オンノラでね、はい、僕がリーダー、こっちがサブリーダー。どんくらいスキル率も変わるのかっていう。スキル、あ、そうか、スキル率変わりますね。結構重要だよね。で、大型、サネシゲさんがサイクロ、僕がバルーンです。キャラちょっとやばいわ。僕かなりいいですよ。太っちょベビーやばそうですね。太っちょと一瞬間違えてトリデン出したくなっちゃうんだよ、これ。なります。で、多分これフェアリーとベビーがほんとすごい相性いいと思うんですよ。ラビットもそうですけど。よしよし、なるほど。ここは大砲お願いします。一体出しとこう。大砲食らってもぐずるんですかね。大砲でも辛いそうですよね。ぐずるでしょう。よしよし、1匹流れたのがダメージ食らわないと出ない。今出てるやつはサブリーダーの奥にいるエルフ、あれ狙いたいですね。あ、ぐずったけど、ぐずる前にやっぱり相手キメラだと厳しいですね、うん、なので下に1匹ジャイアントベビー。お、いったいった、いける。エルフが、あー、いける、いける、もう1発出た、削れる。お、エルフ倒したのかな、違う、倒してない、マジか。残ってるね。何だろう。あ、うん、いけるいける。あ、何これ。キメラめっちゃ強いじゃん。二角かな。エルフは。今裏に出てんだよね。あ、グズル前にやられたかな。キメラ強くないですか。強い。何だろうこれ。キメラが強い。やばい、キメラが強い。あ、ただグズったけど届かない。範囲がちょっと分かんないですね。縦に、縦は狭いのかな、ちょっと。あれ、なんでやられちゃうの。つむじ風でやられたの。強い、後出ししたのに。キメラが突破できない。アーチャーもいるしね。そう、もういないですか。あと1体いる。あと1、あのエルフですね。あのエルフに当てたいね。目が開けるわ。ただ下のアーチャーちょっと見ました。あ、いけ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 。あ、半分は削れるんですけど、エンジェルがやっぱりいると。あと、あ、エンジェルの回復量に間に合わず。あ、いったいった。あー、なるほど。コスト3だからゼウスに弱いんで。確かにね、ちょっと厳しそうかな、これは。これはちょっと厳しいね。ただここから太っちょ上質。あのキメラがだって突破できないもん。取り手勝ちになりましょう。あ、ここで出したいですね、このエルフに。ゼロ距離でもう残ってない。くぅ。悔しい。そっか、ちょっとこれゼウスの株上がりそうな感じしますね。 3個推進できたから、うん、なるほど。エンジェル取り手は打ったな、これ。取らせまい。多分このレオンだとスキル2発でエルフ倒れるんですけど、今エンジェルが裏にいたからね。それで欲しいな、ちょっと見入ってると。点差かな。点差には抑えられそう。よしよしよし、オッケー。あ、ちょっとゼウスでいいな。キメラ強いな。突破できなかったね。腕4キメラ強い。はい、次。はいはい、この試合ラストで、はい、この方は同じ感じ。今回お相手にもジャイアントベビーがいたね。どう倒します。倒し方がだから眠らせるか固まらせるか毒。それあの西久保アナと同じ考えですよ。とりあえず毒でしょっていう。足早いのいないです。じゃあ牙出します。はい、だって倒し方わかんないんだもん。本当に攻撃したらぐずるんだもん。でもさっき一回やった感じだと結構ゴリゴリ来られるとやられちゃうんだよね。ですね。だからソロもちまちまやり合うのだと強いのかなっていう。マルチよりソロ向けかもしれないです。クレイジーフラー置いといた。はい、やだ、魔法がいる。あ、魔法に対してすごいいいんじゃないですか。あの亀狙うぞ。出しました。
魔法の攻撃食らってすぐぐずる気がします。あ、そっか、これぐずると移動も止まっちゃうんだよね、はい、なのでちょっと走行位置大事ですね。いやー魔法、あ、亀に届いた後ろ一応いいですね。うん、ここはだからこのベビーをどうやって倒すかですね。ロールも出せない、やばい、上がやばい、ほらね、毒毒毒、お、西窪スタイル。毒ダメージはさすがにぐずんないでしょ、だってぐずんないですね。ラビットもぐずんないですもんね、うん、ラビットはぐずんない、ぶち切れる。でもこれ毒で倒すの時間かかんな。うーん、どうしようかな、相手もいないかな、ベビーが。お、行ってる、亀に行く、どうだ、届いて、いい、いいところ、ぐずった、亀ダブルで、あ、あんまり削れないですね、やっぱり。カメはね、普通に防御と HP 高いもんね、うん、ここにトロール、これで突破できるでしょ。ただあの位置のユキンコだったら倒せるってことだもんね。これ下手したらおならよりも範囲あるんじゃないですか。マジでグズルの範囲なんかだいぶ上が、あ、上が、上が、見ます、上見ます。やばい、メカラビームが短すぎてカタパルトに届かないきつ、ヒュドラも強い、ね、そうか、コスト3だから地味にコスト重いですね。そう、それ感じた俺も、ちょっとね、なんか見た目がコストになるんですよ。そうだったり太っちょだったりなイメージなんですけど、思ったより、お、いいぐずり、カタパルト届く。あー、でもカタパルトは倒せないんだね。お、倒しました。あ、いいね、いいね、これ今はいい映像じゃないですか。いいかもしれない、今ので、魔法でこれ押し切れるかどうかだね。いい、相手まだいた、ぐずられる。まあこれぐずるに対空なくてよかったですね。まだ対空あったらもうほんとやばいでしょ。ほんと正真正銘壊れたと思います。どん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 一人で進んでいくぞこれ多分。上が、上が止めます。まあ基盤を適当に流しとこう。あとはこれ一発ぐらい入るじゃないですか。あ、入った気がする、入った気がする、入ってない気がするな。でも30秒ワイバンがいきます。もう一体騎馬兵どうだ、入る、入る、入った気がしない。ああ、これいけんじゃね、ワイバン。後ろは大丈夫だもんね、後ろは大丈夫。あとこれ砦も取らなくて、あ、入った入った、幸いでしたね。砦で取れたらもう本当にだってだから太っちょが強すぎるんですよ、結論でいくと太っちょが強い。よしよし、でもいや強いかもしんないな、これ。これはちょっとユキンコ見れなかったですけど、検証の時点で今のでも亀の位置ぐらいのところのユキンコだったら普通に倒せるよね。しかも今も腕をねスキル5でスキルレベル上がると範囲も大きくなるので、どんだけ広がるかだけどね、スキル10になると、うんうん、でも今グズルで亀に届いたところで、うん、トロールのおならが届いてなかったので、下手するとトロール以上の範囲を持つ可能性。わかんない、ね。わかんないですけど。バルキリーもさ、スキルあれ範囲確か伸びるけど、そんなに広がんないよね、10に。確かにそうですね。だからこう伸びしろはそんなにないのかもしれない。わかんないけど。そこはすぐにフル映像が出ると思うので。そのうちね。はい。こんな感じです。育てようかどうしようか。はい、強いんですけど、僕今レベル上げたくなくて、城の抑えたいんですよね、なんとか育てよっかな。強キャラをサネシゲにだって今のこれさ、エルフとチビドラとユキンコに強いって育てとかないと。確かに僕も手札的にユキンコ見れないのでついていけないよね、最近の環境にね育てないとね。なんかそんな気もするけど、ね、まあちょっとわかんないですね、うんうん、もうちょっと様子見て。はい、そんな感じです。はい、ジャイアントベビーありがとうございました。ありがとうございます。